中央大学です。東郷隆君、椎谷裕二君、黒野翔太君、船越翔太君、第3レーン法政大学、樋口一馬君、江藤拓斗君、澤田真澄君、片山優斗君、第4レーン東洋大学、吉津智子君、池田真君、櫻井直哉君、森重弥大君、第5レーン早稲田大学、村木翔馬君、松本明君、国語小野翔君、伊藤陸也君、第6レーン中央大学、祖父江君、野村祐樹君、伊藤翔太君、川端海人君、第7レーン日本大学、以上、8校の出場です。この種目の日本学生記録は、前年に日本大学が3分3秒の記録は、前後年に筑波大学が持った3分4秒の記録です。注目は、今大会の大会記録で連覇を果たしているゴルシクを擁するこの種目を現在連覇している東洋大学、タベリックの予選も3分7秒22のトップのタイムで通過しています。今大会 400m2 位入賞、成長著しい2年生エース伊藤君を擁する早稲田大学は5年、 400m ハードル王者の山本智弘君を擁する日本大学は7年、そして6レーンを走る中京大学は昨年のこの種目で2位、悲願の初優勝を狙います。以上、8校の出場です。
定です。先ほど終了いたしました男子1600メートルリレー決勝の結果です。